50度を切って49度に入ってきました。北原白秋がこの国境業績第4号を訪ねたのは1925年の8月の13日です。この施設は1898年に設置されたサハリンで初めての石油の採掘リグです。これからパラムシル島のセベルクリリースクへ向かうフェリーに乗ります。私は今シムシ島の北端にある日本名で黒丹崎に来ています。これ日本時代の建物。サハリン西海岸の最果てにある先住民族ニビフの村ルプロワへと向かいます。日本最北端の稚内からさらに800キロ北に位置しています。ここは江戸時代の1809年、文化6年に間宮林蔵が樺太探検の旅の末たどり着いた村です。当時は何王と呼ばれていました。目の前には間宮海峡が広がり、対岸はアムール川の河口と大陸の山並みが連なります。樺太探検の最北地点、昔の何を現在のルプロ村に来ています。池には氷が張っています。もうルプロ村には冬が近づいています。村を訪ねたのは10月初旬。すでに初雪が降り、冬の到来を告げていました。この奥に広がっている海を見て、間宮林蔵は海峡の存在を実証しました。対岸の大陸まで38キロの距離があります。現在通年で村に暮らすのはわずか2人、夏場でも10家族ほどです。そのうちの1人、ワレリー・コンスタンチンさんは昔この村に林蔵が来たことを知っていました。ここでですね、なんか丸木船で来た日本人から聞いてるんですよ。18年かな、やっぱり。あの丸木船というか、あれ、なんか、そうそう。林蔵は、ニブフラ、先住民族の暮らしぶりを細密な絵と文章に残し、これは現在でも貴重な記録となっています。元村民のマリアさんはニブフの民族衣装を着て我々に見せてくれました。
村の周辺には岩紅蘭と苔桃がたわわに実っていました。北緯は53度、自然環境の厳しさから森の木々はか細く、周辺の風景はまるで北海道の高山の湿原地帯のようです。砂丘の上には間宮林蔵顕彰会が建てた林蔵の業績を記した記念プレートがありました。太平洋に注ぐ最大の河川であるアムール川と間宮海峡は、江戸時代中国と日本を結んでいた北のシルクロードであり、文化の回廊でした。この北辺の地に林蔵の足跡をたどります。ヨーロッパから東はベーリング海峡に至る地球上で最も広い大地、シベリア。崖の上の方からは砂が流れ落ちています。もともとは氷の中に閉じ込められた砂が、氷が溶けたことによって出ているということです。前方に白い骨が露出しています。近づいてみます。川岸に来たら来ますと、このようにマンモスの骨が至る所に落ちています。もともとは永久凍土の中にマンモスの骨が入っていたんですが、地球温暖化などに気象の変化によって永久凍土が溶けて、中から地下水が流れ出て、そして同時にマンモスの骨も露出したということです。今シベリアでは永久凍土が溶け始め、太古のマンモスの牙や骨が出現しています。江戸時代、このシベリアで10年にもわたる漂泊の旅をした一人の日本人の船頭がいます。伊勢白子の大黒屋光太夫です。光太夫はシベリアを2度も横断して、その距離は地球一周分約4万キロに達し、日本とロシアの架け橋になりました。光太夫は苦難の旅の末、蝦夷市と呼ばれた現在の北海道の根室に帰り着きました。光太夫とマンモス、シベリアと日本を結ぶ時空を超えた2つの壮大な物語を大シベリアに追いかけます。